どうも、エルザレットです。それではデスストランニングやっていきましょう。今回はチャプターの方を進めていきたいなと思います。の前にエナジードリンクをちょっと飲んでからとしましょう。あ、一応飛ばせるのね。ちなみにあれだね、一回ロードすると消えるね。お？どうだ、手を貸してくれるか。いいえとは言えないよね。チャネル物質を使ってる。身につけられるのはドゥームスだけだ。これで世界をつないでくれ。世界を再び一つにしてくれ。俺は運び屋だ。都市をつなげることに興味はない。結び目を作るのは あくまでもアメリを助けるついでだ。お？まあ、出発点はどうであれ、一応お手伝いする形にはなったみたいだね。いいか、サム。アメリと第一次遠征隊は、東から西へ北米大陸を横断し、孤立した都市に結び目を整備した。だがインフラが整っただけで、カイラル通信はつながってない。今できるのは、無線と有線による音声通話とわずかなデータ通信という程度だ。ローカルデータで保管しないとカイラルグラムは表示できない。君が見たアメリア・ブリッジズのメンバーは皆ローカルデータを元に再計算したホログラムだ。君がすべき任務はそれぞれの結び目にそのキューピッドを接続しカイラル通信を起動させることだ。じゃあそもそもキューピッドがないとどうしようもないってことだね。キューピッドの端末に接続して初めて総合超大容量ゼロ時間通信が可能となる。都市や人の今がつながるだけじゃない、我々の過去までもがつながる。各地で断片化されたデータが一つに統合される。まるで恐竜の化石が復元されるようにな。これによって46億年にも及ぶ地球上の歴史も DS 以降に失われた人類の英知も復元されることになる。そしてそれこそがデス・ストランディング解明の鍵となるはずだ。通信がつながれば大容量データのカイラルグラムはもちろんカイラルプリンターも使えるようになる。将来的にはかなりのものが通信だけで送れるようになる。魂ある生物やオリジナルのもの、思い出の代物は送れないはずだ。そうだ、そのために君たちの存在が必要なんだ。つなぐ前もつないだ後も君たちのような配達人がな。休む暇はない。ああ、だから手ぶらってわけにはいかない。詳しくは配送端末で伝える。上の階でチェックしてくれ。荷物はそこで渡す。よくもここまで使い込んだもんだ。廃棄しておくぞ。待て、そいつをよく調べてみてくれ。奴らが俺の血に反応した一度だけじゃない。効果がある。そのためにたっぷり抜いてるだろ、俺の血を。
わかった。よく調べてみよう。さあ、まあいろいろ採取はされてるからね。それがどう作用するかっていうところだね。さあ、そして BB も装着して。これは BB が見せてる過去か。すまなかったリサ。心配しないでくれ。この子のことは俺が約束する。何か銃らしきものを持ってた気はするが、まあ繋がったことで何かと何かを見せてくれるって感じだね。まあこの辺りはまた進めたら全容が明らかになるでしょう。さあ、キャピタルノットシティ K2 で依頼を受注せよということなんだけど、まずここ何かあるかな。チャム、ダイハードマンだ。当面の目的はカイラル通信をポートノットシティまでつなぐことだ。だが一度につなぐには距離が遠すぎる。まずはいくつかの中継点となる結び目をカイラル通信で一つずつつなげていく必要がある。最初の結び目はブリッジズの中継ステーションだ。早速依頼を確認してくれ。必要なものを配送しキューピッドを接続してくれ。さあ、受注、プライベートボックス、プライベートルーム。まあ一応この辺りでいろいろね。ボックスには荷物を預けておくことができる。で、ブーツか。あ、カバーをするものを持ってると。まあ他もそもそもないしね。さあ、受注してやっていきますか。ドラッグを配送せよと。サム、しっかり把握して配送を頼む。はい。依頼内容としては、まあこの距離感だね。劣化は50未満と。サプリメントね、特にそこまで気をつけることはなさそうだね。さあ、どこにっていうところなんだけど、一括でしてしまえばっていう気もするね。もう積んでるもんね。あ、これでいいかな。お？サム、ブリッジスからの支給品としてはしごとロープを用意した。はいはい。どちらも急な斜面で役に立つが、はしごは川にかけて橋として使うこともできる。どの荷物をどうやって持つか、ここでよく考えてほしい。そうか。あ、バランス考えないといけないわけね。あ、背負う。さあ、ロープは横にしとこうかな。荷物の最適化を。あ、やっぱこうなるか。あ、へえ、あ、でも右偏ってるね。
これで、これでいこうか。依頼が受注されました。さあ、27キロと。ここからまた長いんだろうね。さあ、マーカー過去のは消しておいて、ここまでだね。あ、とりあえず左から出てそのまままっすぐって感じだね。で、今回はマーカーつけずに行ってみましょう。はい、はい。お？装備の使い方。はあ。はしごをこれで使うってわけか。はあはあ。いつも帰れると。これはどういう意味があるのかな。まあまあ。で、下は特になしか。まあ、とりあえず行こう。こっちに進んでいって、まっすぐだね。行ってきまーす。誰かが立てた看板が見えるか。あるね。立ててみるといい。後から来る配達人たちへの道しるべ、警告、励ましにもなるだろうな。ほう、これは？L1 の？ほう。へえ、こういうことね。初めての建設と。ほう。建設物ね。まあ、よくわかんないけど。いいねで押しとこう。さあ、こっからだね。もう一度道の確認をして、一時はまっすぐで OK だね。サム。はいはい。他の配達人が落とした荷物を見かけることはないか。一度落としたら回収するのも命がけだ。そう誰にでもできることじゃない。もし荷物が落ちていたら、可能な限り回収して送り届けてほしい。マジか。私、ママよ。配送中の荷物にはすべてブリッジズが管理する ID タグがついているの。あなたの方のオドラルフは荷物センサーとしても使える。荷物の ID タグを管理するの。荷物を見つけるにはオドラルフを使うといいわ。あ、センサーをうまく使ってやってくれっていう感じなんだね。お、頼むぞサム。どんな荷物であっても受け取り人はいるんだ。荷物が届くのを待っている。あれは取れないアイテムみたいだからまだ後だね。じゃあこれも取っていきましょう。食器セット。へえ。とりあえずですね、中だね。さあ、結構落ちてるなぁ。で、どんどん重くなっていって、負荷がかかってくるっていうことだろうね。さあ、これを。まあでも120までは大丈夫そうなんで、どっちから行こうかな。
あれ取って右行けばいいね。いやーでも本当誰もいないよね。ちょっとここが深い。まあできるだけこけないように気をつけながら移動していってって感じだね。ある程度スタミナがあればどうにかなりそうな感じではあるしね。さあ登る。はあ、これで特にでも何か入ってるわけではないんだね。特に助かってもないか。こっちだね。いやそれにしてもこんなに拾ってたらやっぱ荷物いっぱいになるね。こんなん着く前に重量オーバーなるんじゃないか。で、さあブーツもちょこちょこ減ってきてるのよね。さあはしごを使う感じかな。これそうだね、使う感じな気はするね。サム、急な斜面や崖があったら支給品のはしごを使ってみてくれないか。そうやって、ね、君自身の感覚ではしごの使い勝手を試してみてくれるとありがたい。さあさあ、ここで使う感じかな。あっちロープあるけどね。はしご。さあ、これで、使うわけだ。L2。おー、すげえ。こんな伸びるの？じゃあここ。いや違う。これで R にね。おお。まあさすがにこのはしごはダッシュで行くことはできないね。さあ。ああでこれ使ってもらったらいいねがつくってわけか。はあ。これは重そうやな。さあ、足元に気をつけつつ、いや、ほんとね、なかなか難しいね。若干やっぱ登りにくいとかあるからさ、結構この足場選びはもどかしいところにはあるね。さて、意外とここの方が安全だな。
さあ、荷物が落ちてたと思うが、あっちか。さあ、エリアから外れたとなった場合、まあ一応サーチは使えるね。ロープで崖を降りるか。どの辺りがいいかな。この辺りで使うか。さあ、ここで、ああこのままね。はいはい。おお、なかなかやな。ロープを離せ、これ四角ボタン押したら最悪なことになるね。さあさあ、このまま降りていこう。で、意外とこのロープも長めだね。30メートルまでは OK と。ちゃんと行き先も、越えていってだね。川越えて左に行く感じか。一応道は合っていくと。おーおー、重さで。この金色のやつは何なんだろうね。おお、カメラが。ん？サム。はいはい。急に長時間晒されると荷物ケースが劣化してしまう。ほう。持っている場所には長居するなよ。はいはい。ってことは。と言われてもさ、これ避けようないし。さあさあさあ、危ない危ない。ここまで思えてやっぱバランスが難しいね。どこだったら比較的いい感じにはしごかけれるかな。まあこの辺りだったらいけそうだね。ただ奥にちょっとアイテムあるんでね。いや、だいぶ疲れてきたか。落とし物さらにだね。さあ、ただこれがどう影響してるかなんだよね、問題は。いや、一応やれるまでやってみるか。でも本当重量管理はすごい大事になるね。お、
ああそういうことか。アイテムが重すぎると。違う違う、これじゃなくて。はい、OK。とりあえず、はしごを使おう。あれ？なんで使わないんだろう。ただ、この辺りはちょっとあれだね。まあ重量落としたと思ったんだけど、落とすってないか。ああこういうふうに置かないとダメなのね。危ない危ない危ない。で、持っていく。はあ、この辺りは。とりあえず、持っていけるとこまで運んでしまった。こういうのの時に乗り物あると良さそうだね。で、気になったのはこういう上は重力は関係ないね、重さはね。いやーね、いろいろやるだけやっておいて。損はないからね。多分はしごをガンガン使っていったらそもそも重くない。重くない。いや、完全に重いだろうな。さあ、頑張れ、サム。あそこか。あそこだね。で、問題はこっからだな。あそこに橋かけていくしかないよね、どう考えてもね。ガス？備蓄燃料、これやっぱ置いていくか。あとでちょっと取り越えよう。そしたら多分だいぶ軽くなってるはずだ。違うね。違うね。まさかの脱出したらつけてしまったな。ここだろうな。63。あれ
重量は何歩かちょっともう一回見ときたいね。あとちょいか、結構はしご重いんだね。そしたら最適か、どんな持ち方？はしごかぁ。これで これ、あ、やっぱそうだね、だいぶ軽くなってるね。ただめちゃくちゃ傾く。これは本当に最適化した持ち方なのかって思えるぐらいちょっとバランス悪いよね。さあ、特急の影響はいろいろ考えられるが、まあとりあえず頑張って持っていこう。これだけでも。さあ、もうちょい。他に落とし物はないよね。スキャンを開始します。ブリッジズ ID を確認します。 ID 認証。お、ブリッジズ。お、これに入れるのか。さあ、納品。自信があればストレスは抑制できる。また仕事が続けられる。確認するよ。さあ、完璧やろうね。助かった、ありがとう。納品も完璧じゃないか。おお、いい感じ。ステーションは運営できる。さあ、損傷はお、ゼロ。いいね。で、S ランクと。おー、親密度は2か。安全性は OK。第二次遠征隊のことを聞いてないか。何のことですか？ボイダーとで全滅した。あの爆発か。まさかあんたが一人で行くのか。ただの配送なら誰か一人でいい。それなら時々来てくれる。第二次遠征隊は西までキューピッドをつなぐんだろ。俺たちはここで3年間第二次遠征隊を待ってたんだ。それがあんた一人なんてことだ。そうか、じゃあもしかしてあんたキューピッドを持ってきた。おい、そうか、本当なんだな。ついに完成したのか。そうか、そんな大層なもんなのね。とにかくこれはすごいことだ。早速頼む。結構簡単に承諾してくれるんだね、これに関しては。おお。なんか BB もびっくりだったね。さあ、UCA 再建への一歩と。うわぁ、めっちゃ遠い。まあ、一箇所ね。ポスト。ほう。配送端末の機能が追加された。武器装備作成。
納品シェアボックスとかね。納品ができるようになったか。おお、ほんと。これで他のプレイヤーと、なんかいろいろ情報交換というか、もらえるんだね。キャピタルノットシティと繋がった。驚いたよ。本当にアムリが言った通りだ。おかげでここも本来の運営ができる。あんた、このまま西、それはみんな喜ぶに違いない。大陸の果てまで行くんだな。じゃあ、あんたはアムリに会えるってことか。偉いことだ。それは偉いことだな。遠征隊でホログラムのアムリのメッセージを聞いただけだからな。それはそうと、この先に物騒なのがいる。遠くから見た限りだが、数人の集団だ。とにかく気をつけてくれよ。マジか、そんなにいるのか。おお、私がいるダイハードマンとしていた。今君がいる中継ステーションがカイラル通信でつながった。この先はどうなってる？西には第一次遠征隊が設置したいくつかの施設がある。ほう。その先が当面の最終目的地、ポートノットシティだ。かつて初のボイドアウトでできたクレーター湖に面している。このポートノットとキャピタルノットをつなぎたいんだが、そのためには途中にあるブリッジズの施設を中継していかなければならない。ポートノットとキャピタルノットは距離がありすぎる。カイラル通信運用のために中継すべき施設は配送センターと風力発電所だ。そこでまずはこちらの配送センターをつなごう。ここに運んでほしい荷物もある。まあ結構中継していかないといけない感じだね。お疲れ様でした。新しい依頼があります。おい、の前に武器装備作成。カイラル通信がつながったおかげで本部に集積している機材データを使って機材を出力できるようになった。ほうほう、使ってみてくれ。それが武器ということか。ん？これは？はいはい。装置でポストが建設できる。うん。ポス、ポストは？そういうことね。ただ使うものは何を使うんだろうという感じだね。まあとりあえず納品して。サム、お疲れ様。はいはい。誰かの落とし物を持ってきたのね。そうですね。落とし物はここから届け出できる。はいはい。落とし物を届け先まで運べないときは配送荷物を託すから誰かに託すことで、残りの工程を他の配達人に託すこともできるわ。多くの配達人を渡っても届け先に到着すれば、依頼人の感謝があなたにも届くはず。これでいいねを集めることもできるわけか。落とし物配送継続する。これがね、キャピタルノットシティってことは戻るってことか。全部ん、なんか入れた気がするな。荷物を納品します。あ、いいのか、今まで納品か。まあ、とりあえずガーッとやって336と。あ、もう結局託したんだね。ハンドラー、そう、受注がポストを建設せよと。これか。
どれも、あ、まとめでしょう。ポストを作るには建設装置が必要だ。手持ちの建設装置がないときは忘れずにそれを作成してから持って行ってくれ。なるほどね。じゃあ一個作って。たださ、これ何を消費してるのかが全く分かんないんだよね。一個持ったね。一応はしごと、あ、下に物資が書いてあるか、これか。はい、一括。はい、背負う。あら、この辺り納品したのかなと思ったけど、そういうわけじゃなかったね。ちょっと待ってね。クスでいいんだ。で、武器作戦もこれでいいか。とりあえず今持ってるものは何をすればいいんだ。レアメタルを、マーカー全部消して、これがポストでしょ。あ、レアメタルこっちか。なるほど。そしたらそうだね、今回ここまでにしましょう。結構キリがいいんで。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。まあ動画の方をこうですね、普通の投稿の方はこんな感じでストーリー進めていきたいと思います。で、ライブの方ではちょっと別の企画をしたいなと思ってるので、そちらの方のデスストランディングも楽しみにしておいてください。それではここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあまたな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。